白ひげウニは大柄なウニ類の一種。短いトゲにはしっぽいものと白いものが混じる。沖縄では食用とされる。直径は大きいものでは10センチメートルまで、高さは6センチメートルにも及ぶ大型種。殻は丸みのある五角形で、口側は平らで、上側は円錐形。二重の幅が広く、その中央部が半口側では漢歩体の中央部と共に脱出,出する。 観測は30列、大棘は40列。漢歩体では、大棘が80列以上あるものの、様々な大きさの棘が入り混じって不明瞭。大棘は短くて先端は尖り、白、または赤葛色で、これらの色の違う棘の列が二体と漢歩体の配置に対応して、10列をなす。インド太平洋の熱帯海域に広く分布し、沖縄では普通。 日本では南岸部に見られる。長官体から長官体に生息する。産卵期は7月上旬から8月まで。沖縄ではタイドプールやラグーンの砂質の海底に多く、体の上に木の葉や貝殻を貼り付けていることが多い。ただし岡田他では、紀伊半島遺南だが、相模湾に来参とある。西村編著では、房総半島、相模湾遺南としている。沖縄では、 食用のウニといえば、この種である。現在では、種苗の人工生産も行われている。沖縄県栽培漁業センターでは、例えば平成24年度には3回出荷し、その総数は23万3000個体であった。他方、禁縁のラッパウニトクサーニュースッツピリアラスと同様に、またトゲに毒があるが、滅多に被害はない。食用の生殖栓を取る際に混入して、 被害を与える例が、稀にある。2008年の沖縄県における、海洋動物の被害状況報告では、本種によるものが一例だけ取り上げられている。ワームズ・サダリス・アング・ヤ・ロザ、ハット・エンサイクロペディア・オブ・ライフ・トライン・ソッツ・グロティラ、ハット・エンサイクロペディア・オブ・ライフ・トライン・ソッツ・グロティラ、ハット・シーリフ・ベース・トライン・ソッツ・グロティラ、ハット・エンサイクロペディア・オブ・ライフ・トライン・ソッツ・グロティラ、以下、 種として、岡田ほか、P73 個の大きさは、ウニ類で最大レベルではないが、日本でよく知られる紫ウニなどが計7センチメートル程度なので、一回りは大きい。西村編著、P545、岡田ほか、P73 あざま編、P278、大城ほか、神谷ほか。ありがとうございます。